そんなね、立ってないのもあるけど、こ
うまいな。あ、てかさ、他のホストクラブ行ったことあるやんな。ある。あれ、ミルクからタンプレもらったりとかする？え、全然もらうよ。おお、あ、何もらう？前もらったのは清めの香水とか。あ、はい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 。特徴のネックレスもらったり。すごい愛されてる。こんないいもん。誕生日もらえて、まあ興味はないかもしれない。興味ない。興味ない。めっちゃめちゃはっきり言ってた。ブレちゃん優しいんだから、ツンツンしてるけど。違うよ、これさっきもらったから。ああ、これを忘れて。あ、なるほどなるほど。なるほどね。いただきます。え、なんで飲むの？ギリ俺のお金か。ギリ。え、違うよ。あー、一回、一回のステイド、一回ステイド。あ、俺以外は。そう。なるほど。一緒に飲みたいな、飲まなちいよ。一緒に楽しみたいんで、やっぱ誕生日飲んで楽しもうかな。水飲みな。水ね。まあ、ユキヤのね、あのタンプレでじゃあシェルドネくれてありがとうっていうのは冗談だけど、シェルドネくれてありがとう、乾杯。イエーイ。じゃあどっちが面白いと思ってる？こっち。おー、やっぱりね。すごい。だってタンプレだから。タンプレなんだなんだ、お金だ。あー、そっか、お金だ。気持ちだよね、やっぱね。あいと思う人はね、やっぱ面白くもなるよ。え、てか、なんかないの？なんかサプライズみたいな。何もないと見せかけて。見せかけて。見せかけて。じゃあ誕生日おめでとう。あーすや。あーそう。全然反応が違って嬉しい。こっちはこっちはこっちは。売る。こっちは。これは使う。え、てか今日明日行ってくれる？あ、うん。一応、開けてやる。でも楽しんでほしいし、一緒にいたいから開けといて。何する？ええ、何、何してんの？みんなでカラオケ行った。あ、カラオケ？あ、いいじゃん。俺歌めっちゃ好きだし。うん、いいよ、行こうよ。二人も連れて。二人も連れて。ああ、まあちょっと、ね、声かけてみるけど。朝まで。朝まで？うん。いやー、病院です。すごいね。あ、俺は全然大丈夫だけど、まあ2人はどうやろうな。ちょっとね、もう一回聞いてみる。誕生日だからしてくれる。そうだよね。うん。こちら、アルカさんからのサプライズシャンパンです。イエーイ。イエーイ。きたきた。はーい、こっちサプライズケーキでーす。イエーイ、おめでとう。届いた。早速回線の方行っちゃっていいですか？行っちゃおう。シャンパンの回線まで3、3、2、1、よいしょ。お誕生日おめでとう。これはやばいわ、これは。じゃあ、ノックス号まで3、3、2、1、1、1、1、火が強い。よし。イエーイ。誕生日の抱負ある？抱負。週一で来る。あ、いいじゃん。1ヶ月に1回来れればいいか。来れればいい。半年に1回やったね。それでも嬉しい。まあまあ、純粋に6倍ですよね。なんかの、カラオケに行きたい。あー、なるほどなるほど。誕生日だからみんなで行きたいな。あー、まあ、楽しみたいなって。まあ、いける行けますよ、行けますよ、行けますよ。行けない、行けない。行こうよ。誕生日ですもん。行けないわけがないでしょ。よし、よし。いつまで？朝まで。朝までね。朝で何時くらい？え？10時ぐらい。10時か。え、酔ってきた？え？これ全然酔ってるよ。これみんなで飲むよ。え、これじゃなくてシャンパン飲みだよ。シャンパン。ああ、なるほどなるほど。え、シャンパン大丈夫？飲まなくて大丈夫？うん。どうやって飲ますか？リンダ、リンダ、リンダ、はいはい。二人にね。二人、二人、あ、二人？そう。ああ、いける？
いや、もちろん行けないわけがないじゃん。えっと、誰だと思って大事やります。イエーイ。おー、いいね、サプライズシャンパン。おー、グレイ、早い。あー、すげー。すごい。おめでたいからね。まあまあまあ、誕生日やん。誰が書いてあるの？あ、OK。 あ、当然でしょ。ありがとうございます。いいえ、いいえ、ありがとうございます。やっぱり誕生日なんで。誕生日なんで。そうだ、これはプレゼントか。はい、楽しみだね。楽しもう。10時まで、10時まで。あ、まあ、でも誕生日だったんで、まあ、お祝いできてよかったなって感じです。僕は、はい。選んでくれたことが嬉しいので、僕はすごい嬉しかったです。の、まあなんだかんだ最後も気に入ってくれたと思うので、はい。まあ誕生日プレゼントも喜んでくれたんで、僕は満足です。たくさん来てくれた方が、まあ根はいい子なんで、周りに結構ツンツンしちゃうんですけど、僕のことは結構好きでいてくれてる本当に。一途な子だと思うし、僕はたくさん来てくれたら嬉しいですね。僕の体力がもしか分かんないですけど、まあ、ちょっとヘルプのお二人にも付き合ってもらって行ってきます。ありがとうございます。